はい、皆さんこんにちは。本日はね、桐生ビキニ会館、桐生新聞科学館に来てます。まあ、のんきとついでに一緒にこれを紹介したいと思います。はい、なんと漫画本です。漫画本ドリフターズ7巻やっと出ました。7巻、多分ね、なんかネットで見たね、5年ぶりとかっていう話なんですよ6巻から5年ぶりでやっと7巻出ましたね。やっと話が進みましたね。楽しみでしたね。やっと来ました。このニュースを見た瞬間、もう発狂するぐらい喜びましたね。で、まずね、ドリフターズとはどんな話かっていうと、まずね、始まりがね、関ヶ原の合戦なんですよね。関ヶ原の合戦の引けの口、西軍が負けたとこですね。そこにおいて、島津の部隊の島津豊久という武将がいるんですよ。まあ、これはね、歴史的には無名なんですが、それはね、無名なはずであって、島津豊久は、その、関ヶ原の合戦の、島津軍が、逃げ落ちるとき、捨て構えの時に、死んでいったとされる武将なんですよね。亡くなったとされる武将。まあ、本来ならこのさ、捨て構えやんっていう、要するに少数部隊をどんどんね、その足止め役として、戦わせで、その間にその大将である島津は逃げていくわけですよ。そうしたらさ、普通怖いわけじゃないですか。というか、もうその捨て構えにされた人たちはまず生きる可能性はほぼないわけで、生きる可能性がないのにもかかわらず彼らは戦って、大将逃がすために死ぬ気で戦って、足止めを1秒1分でも稼ぐ、1分1秒でも稼ぐっていうね、戦い方するわけですよね。それで、まあ島津で生き残ったのが、まあ本当に 数十機とか、なんか本当少ない兵士だけだったっていう話なんですけど、でそんなわけでね、その中で、死んでいったとされる島津豊久、そのまずね、この面白さは、そのね、まずそこで本来の物語であれば、そういった島津豊久的な人物は、死にたくないとか苦しいとか、こんな戦いしたくないという後悔を持って戦うと思うんだけど、この島津義久という人は、その島津の申し子的な人物とされて描かれていて、その大将のために、その親父さんのためにね、死ぬことは喜んで死ねるっていうね、まさに強戦士的なその精神の持ち主。死ぬことは怖くないんですよ。それよりもね、その忠義とかね、武者働きができないことを悔しくあるようなね、むしろ死んでいける方がね、喜びとするような、ね、精神状態の人なんですよね。ある意味ここが、このスタートから始まってるのがこの物語の凄さだろうね、きっと。本来は歴史もの時代劇で言えば、なんか現代人的な価値観で描かれるじゃないですか、人物像、人物の心情が。なので、だからそうすると、なんかどこか死にたくない、殺したくないっていうものはちょっとね、ノイズが入ってしまい、ちょっとドラマが、なのに、じゃあなんで人殺ししてんのって話になっちゃうんだけど、この島津義久という武将のその心持ちであれば、なるほど、そういうことかっていうことはね、結構いろいろ説明できるんですよね。というか、そういう状況じゃなければ、あの引けの口で捨て構えで喜んで死んでいくということはまず難しいんじゃないかなということで、で本来歴史上そこで島津義久は死んでるわけなんですよ、引けの口で。ただね、その島津義久がね、死にかけたところで、変なね、扉が開き、その扉の中に入ったら、なんとね、エルフとかね、そういったものたちがいる世界に飛ばされるんですよね。で、そこからがこのドリフターズという物語の始まりで、で、そのエルフとかドワーフとかがいる、その要するにファンタジーの世界に島津義久というその侍が飛ばされるわけですよ。まあ、ただ傷だらけでも死にかけてるんだけど、でそのね、飛ばされた先にいたのが、なんと本能寺の変で死んだとされる、あの織田信長ですね。まあ、織田信長自身が言うには、その本能寺の変から半年ぐらいしか経ってない時間間隔のその織田信長、まだ50代の若い、まあ若いというか、まあ、本能寺の変時代のまだ若い姿でいるんですよ。でさらにね、一緒にいたのが那須野陽一ということで、ね、源平合戦の物語に出てくる源の砲丸九郎義経の、弓矢の名手ですよね。あの、旗を打ち落としたっていう那須野陽一ですね。で、そのね、織田信長と那須野陽一がいるところに、島津義久はそこに転がり込んでくるわけですね。で、まあ、三人の侍が、そのエルフたちの世界にいるわけですね。ただ、そのエルフたちの世界は、なんかね、エルフ、人間、ドワーフ、あとね、その、獣人のような人たち、犬人間みたいな、猫人間みたいなのが、ね、そういったいろんな、要するにファンタジー的な生き物、種族がいる中で、人間が一番幅を利かせてるんですよね、その人間族が。
で、その人間族にエルフたちは迫害されているっていう状況ですね。で、そこでその豊久信長与一は、ドリフターズって呼ばれるんですよね。ドリフと呼ばれてるんですよね、漂流者として、そのなんか他の世界から選ばれた人っていうことで、で、その、ドリフって接触を許されなかったんだけど、それを接触してまたエルフを粛清するために、その人間族、その世界の人間族がエルフを粛清するためにやってくるっていう、攻め込んでくるっていうことで、で、それをね、知った豊久たちが、返り討ちにするってことですね。そういった話になってますまあなんかちょっと難しいんだけど、この世界の偉人たちが死んだ瞬間、死んだタイミングにおいて、その異世界、エルフたちの世界、なんだろうな、ロード・オブ・ザ・リング的なあの世界に送り込まれるっていう、自分たちが持ってる知識や経験を使い、そちらの世界を変えていくって話ですね。で、ここのね、7巻の表紙に描かれてるのは、これかね、クロウホウガン義経ですね。源のクロウホウガン義経が描かれてます。で、このね、クロウホウガン義経に関してはちょっとね、敵なのか味方なのかわからないというかね、敵側の立場としてまず登場するんですよ。で、この敵側っていうのがね、まずその世界をね、制しているのは人間族なんだけど、さらにね、その北の方に壁があり、その北の側にゴブリンとかオークとか、ああいったモンスターたちが住んでるんですよね。で、そこをね、なんとそういったモンスターたちを全ているのが、その国王と言われる人物で、その国王っていうのはなんとなくなんかもう世界で一番偉大な、なんか宗教の人みたいな、ちょっと触れられない感じの人かなみたいな感じなんですね。傷は治うし、一粒の麦があればそれを万倍にも増やせるという力を持つね、そういった謎の人物なんですよ。で、そちらがね、その国王軍としてね、いるわけですね。人間を滅ぼそうと、世界にいた時ね、人間に迫害された英雄たちなので、そういった人たちはね、なんと人間に恨みがあるので、人間を滅ぼそうとするために、その多くの国民たちをその、支配し、人間を攻めていくっていう話感じになってます。なので、その国王軍、モンスター側を滑る国王軍と、その、人間側にやってきたドリフターズたちね、人間界の偉人たちがね、戦っていくって話なんだけど、とりあえず義経はその国王軍に最初ついてるんですよね、国王軍。ただね、なんともどちらにも立ってるのかはよくわからない物語なんですけど、このね、義経はどちら側に立ってるとも言えないような立場で描かれるわけです。で、そんなわけでね、いろいろあって、まさにね、関ヶ原の合戦のような舞台がなるわけですね、国王軍対その人間軍の戦いで。で、そこでね、豊久はね、それを見て感じるわけですね。ここでもう一度捨て構えをやるのが俺の運命だと思っちゃうわけですよ。なので、そこでね、また捨て構えをしようとするわけですね。で、そこで捨て構えで、ね、送り出す、逃げさせる対象は織田信長ということで、織田信長を逃がすために、織田信長であれば生き残れば世界を変えることができると信じ、島津豊久は捨て構えの総大将として、死んでいこうとするんだけど、そうなってもうね、全滅に近いところで六巻が終わってんですよ。もうね、その関ヶ原のような合戦の引けの口のようなところで、死にかけた瞬間で六巻が終わり、で、その先がこの七巻ですね。そこでは、いろいろまた出てきましたねって感じで、なかなかね、あと出てきたのが、ローマの偉人であるね、スピキオやね、あと、カルタゴの来航ハンニバルが出てきて、で、このね、カルタゴの来航ハンニバルのね、源義経がね、意気投合しちゃうんですよね。それでまたね、この二人がね、ちょっとね、悪い企みをするんですよね。いやー、面白くなってきたんですよ。またここが七巻で面白くなってんですよ。やばいっすね。で、そうなると、今度はね、国王軍のね、その、なんだろうな、アキレス腱みたいなのやっぱ見破るんですよね。その、カルタゴの来航ハンニバルが。それを、そのアキレス腱を、叩くために義経と組んでまた暗躍すると。で、同じことをね、考えて、またね、そのハンニバルのライバルであるスピキオもね、またそれはそれで違う方向から動いていくって形で、で、織田信長を率いるその人間軍は、ちょっとね、最初の本拠地である城に籠城するんだけど、他の連中がね、ちょっとチリリになった他の連中はね、他の方向からこの国王軍を攻めていくっていう話になったのがこの中ですね。ぜひね、もっと続けて してほしいなって思います。というわけで、ね、ドリフターズ第7巻が発売しましたということで、
もう超面白いんでね、ぜひ読んでみてください。ドリフターズってか、とにかくついてほしい終わりまで読んでみたい物語の一つです。では皆さんお疲れ様です。今回はね、ドリフターズ第7巻発売しましたよということの説明でした。では皆さんお疲れ様です。ではまた。